オーストリア国鉄線11 116系タウルスユーロスプリンターはドイツシーメンスが製造しヨーロッパの鉄道事業者に幅広く採用されているセミオーダーメイド型の汎用電気機関車の名称である従来の電気機関車は鉄道事業者のニーズに合わせて製造されたオーダーメイドの機関車が主流であったがユーロスプリンターは基本的な仕様をあらかじめ複数定めておいた上で 搭載する電気機器類は極力モジュール化を行い、多種多様のユーザーニーズに容易に対応できる、構成としたセミオーダーメイド型の電気機関車である。1992年にシーメンスとクラウス・マッファイによって開発された。その背景としては、1980年代後半の各国鉄道事業者の深刻な経営難により、従来の機関車の置き換え用としての汎用性の高い、 機関車が求められていたことが挙げられる。汎用化と使用共通化で大量生産による製造コスト引き下げと保守部品の共通化などによるメンテナンスコスト低減が期待された。電気機器類の組み合わせにより重貨物用から高速旅客用まで単一の基本仕様で対応できるような機関車となっている。制御機器はインバータ制御を採用している。 パワーエレクトロニクス技術の発展により、機器類の小型化、軽量化が実現したことも、このような汎用型機関車の大量生産を可能にした。当初は、ドイツ連邦鉄道向けに、120型に代わって、重貨物用から高速旅客用まで幅広く対応する多目的電気機関車として開発されたものである。しかし、開発は順調ではなく、その後ドイツ鉄道は、 旧来通り使用目的別に電気機関車を運用する方針に転換したため多目的機としての開発は頓挫した一方で開発中の機関車は貨物用として発注されることとなりその後使用目的に応じて電気機器類をカスタマイズする方向に転換し現在に至っている同様のコンセプトで開発された電気式ディーゼル機関車はユーロランナーの名称を持つ 各国の全国規模の事業者のほか、多くの民間鉄道事業者が使用している。自社で保有、運用している場合もあるが、マスディスポラック社のような鉄道車両保有会社からリースして運用している鉄道事業者も多い。軸数はいずれも4同軸で、軸重は約21トンである。片名の命名規則は ES、出力、用途、代用電源数による。ES は ユーロスプリンターの略で出力は64ならば定格出力6 4 0 0ットを意味する。用途は P は旅客用、F は貨物用、U は汎用を意味する。太陽電源数は2は2電源対応、4は3電源、または4電源対応で単電源対応の場合は数字はつかない。ドイツ鉄道127型単電源対応の 旅客用電気機関車。交流 15KV、16.7Hz 対応で、最高速度時速 230km。プロトタイプとして1両だけが存在。ドイツ鉄道で127型として、試験運用された。ドイツ鉄道182系に電源対応の、半用電気機関車。交流 15KV、16.7Hz と、交流 25KV50Hz 対応で、 最高速度時速 230km。曲線的な全面形状を有する。最初の投入先となる、オーストリア国鉄で、タウルスの愛称が付与された後、ES64U2U4 各型の愛称として、広まった。オーストリア国鉄二2 1 6系の最高速度、記録達成機3電源対応の汎用電気機関車。交流 15KV 16、16.7Hz、 交流 25KV、50Hz、直流 3000V 対応で、最高速度時速 230km。ES64U2 と同様の曲線的な全面形状を有する。ドイツ鉄道152系単電源対応の貨物用電気機関車。交流 15KV、16.7Hz の未対応で、最高速度時速 140km。 マスディスポラックの ES64 四回四4、単電源対応の貨物用電気機関車。交流 15KV、16.7Hz、交流 25KV、50Hz、直流 1500V 対応、直流 3000V 対応で、最高速度時速 140km。ありがとうございます。